それでは、間がこちらの文献を紹介させていただきます。これ ACL の、システム系のやつに通ってる、ま、ソフトウェアとかあのオープンソースとかの、論文になってます。アブストラクトです。クオリティエスティメーションっていうタスクにおいて、まあ、使いやすいオープンソースのフレームワークを公開しています。でそこではこう、まあ、4つのものを組み合わせて使って、作っているっていうモデルになっていて、WMT18 これ去年の、おととしかのやつで、単語レベルだとステートオブジャートで、センテンスレベルだと、まあ、それに迫る結果が出ているという報告がありました。でまずクオリティエスティメーションについての説明をさせていただくんですけど、これは、原文と、機械翻訳が出力した訳文を用いて、まあ、訳文の品質を推定するっていうタスクになっています。でまあ、似たようなタスクにメトリックスっていうのがあると思うんですけど、それは、この訳文と参照文からこう訳文の品質を推定する評価をするようなものになっているかと思います。それで、クオリティエスティメーションは、訓練時には、この上の2つの文の他に訳文をこう人手で修正したポストエディットっていうような文が与えられています。でこの3つの文を用いて訓練してテストの時に訳文の品質を推定するっていうような流れになっています。で、大まかに、単語レベル、文レベル、あと、まあ、ドキュメントレベルってあるんですけど、今回省略させていただいて、まあ、主にこの2つを紹介させていただきます。この2つの流動があって、で、単語レベルだと、主に単語のタグ付けをするタスクになってくるんですけど、人手で編集した文と機械翻訳の訳文を比較して、まあ、人で練習した文をこう正しい文というふうにして、単語の挿入が必要だったかどうかっていうギャップのタグ、あとは、置き換えたり削除したりするのが必要かどうかっていう MT のタグっていうのがあって、まあ、必要だったらバッとで、必要がなければ OK っていうタグをつけていくことになっています。また、原文においては少しまた違ったものがあって、訳文を生成する際にエラーになりそうな箇所っていうものに、バットをつけて、それ以外は OK っていう、まあ、ソースタグっていうものがまた別であります。で、文レベルだと、これを、まあ、少し用いているっていうかもので、人手で編集した文に対して、生成した訳文がこう どれだけの編集をすればそこに、同じようなものができるかっていうような編集距離のようなものを算出してすることになっています。で編集する距離なのでこれは低い方が良いっていう値です。で、大まかな、これを表した図がこの図1になっていて、上から、原文が与えられて、一番下の機械翻訳が出力した訳文と、あと、まあ、訓練時に与えられるこの人手で編集した文、この3種類があって、で、それぞれのこう線で対応しているのが、アライメントが取れているところになっています。原文だとここの単語がここに対応しているというような感じです。で、一番上からこう原文で、訳文の間違いをこう誘発しそうな箇所にこうバットっていうものがそもそもついていて、それが OK で、残りの下は、2つの MT とギャップのタグっていうのが、先ほど説明した、人手で編集した文と訳文のその差異を取って、置き換える必要があるかとか削除挿入する必要があるかっていうところを OK バットで示しています。でこれがワードレベルのクオリティエスティメーション でセンテンスレベルになってくると、このどちらかというとこの下の部分、まあ、挿入、置換、削除、この3つがどれだけ必要かっていう編集距離を、算出することになっています。
で、このタスクの評価について説明させていただくんですけど、まあ、単語レベルだとその OK、BAD のタグ付けになっているので、3つのタグについて F1 スコアというものを算出します。で、文レベルだと、1つの原文に対して1つの訳文があって、それにこうスコア付けをして、スコア付けっていうと編集距離みたいなものを算出していって、それを、正解とのこうピアソの相関係数だとか、MAE 平均絶対誤差とか、RMSE 平均平方二乗誤差みたいなものを、判断していく場合と、あとまあ複数一つの原文に対して複数の訳文がある時には、その HTA の編集距離とかで、順位付けのようなものを行って、それの正解データの順位との、順位相関係数を計算したり、またこれはデルタアベレージっていうものがあるんですけど、これは、少しややこしかったので省略させていただきます。で、今回の、オープンキービの手法に入るんですけど、これは、既存の、まあ、4つのモデル、まあ、割とシンプルなものを用いたと書いてあるんですけど、それを、まあ、アンサンブルだとかスタッキングをしているものになっています。で、このそれぞれこの4つを用いているので、まあ、それぞれ、順に紹介させていただきます。まず1つ目、クオリティエスティメーションフロムスクラッチっていう内容なんですけど、これは、ワードレベルのタグ付けを行うクオリティエスティメーションのシステムです。原文と訳文が与えられて、それぞれを、アライメント取って、対応する箇所をアライメント取って、それで、その箇所をまとめて入力して、でそれの上でこう OK、BAD といったタグ付けを行うようなものになっています。で次に、ミラルクオリティエスティメーション、2つ目なんですけど、これは、先ほどの図の、ものの改良したものになっていて、で隠れ層に、この2つのものに、隠れ層をこの2つに変更したっていうものになっています。これも同じく単語レベルの、手法です。で、3番目、これが、プレディクターエスティメーター、これ2つのモデルを使って、クオリティエスティメーションをしていくっていうモデルなんですけど、まずこうプレディクターっていうのが一番上にあって、まあ情報、原文と、訳文のを入力して、そこからこう情報を抽出していくことになっています。で訓練時には、原文から訳文を予測するように訓練させていて、今回の論文ではこの赤い部分 RNN ではなく、双方向の、NLCM を使っています。左から右にっていうのが一つと、右から左にっていうのが一つあって、まあ、それを使っています。で、プレディクターで取ってきた情報をもとにエスティメーターで、推定するんですけど、これは、単語レベル、文レベル、どれでも、できるということで、最近の、強いモデルはだいたいこのモデルを使ったものが多いです。で最後、オートマティックポストエディティングアダプティッドフォー QE っていう、これ APQE って書いてるんですけど、クオリティエスティメーションだと訓練時に、原文、訳文とあと編集した文を用いて訓練して、テストの時には原文と訳文しか与えられないっていう流れだったんですけど、そもそもテストの時に編集文ないんだったら、まあ、擬似的に生成すればいいんじゃないかっていうことで、訓練データ、この3種類ある訓練データで、訳文を編集した文を擬似的に生成して、擬似的に生成したら、あとは先ほどの図のように挿入置換とかのタグ付けをシンプルに行っていけばいいっていう手法になっています。これらを用いて次実験に入るんですけど、タスクは今回ワードレベルとセンテンスレベルで行っています。データは、WMT18 の、クオリティエスティメーションのタスクにおけるデータセットで、訓練と
開発データがこれだけになっています。で、あとは先ほどの、3つ目のモデルで、プレディクターエスティメーターで LSTM を使うとかってあったんですけど、それを事前訓練するために WMT のタスクのワークショップとしてこうある、パラレルコーパスインドメイン熱を、これだけの分で事前訓練させています。で、評価また載せ、再び載せさせていただくんですけど、単語レベルだと、3つのタグ付きについて F1 スコアを計算していく。で、文レベルだと、編集距離というものを計算して、スコアリングだとピアソの相関係数だとかを算出、ランキングだと、順位相関係数を計算していくっていう流れになっています。で、まず、開発セットでの結果です。ここで、先ほどまで提案した4つの手法があって、で、それをアンサンブルするのかスタックするのかっていうので、6個、行があるんですけど、オレンジの部分が、単語レベルの評価。で、青い部分が、センテンスレベル、文レベルでの評価の値となっています。で、これを見ていただくと、アンサンブルとかスタックするのが一番良くて、で、かつ、こうスタック1個しかないんですけど、単語レベルにおける MT だから、こう置き換えと削除を、タグ付けするときはスタックが一番良くて、それ以外はアンサンブルした方がいいというような結果になっているんですけど、まあ、その今度その上の4つで4つの行について見ていくと、単語レベルにおける結果だと、APQE 擬似的に編集文を生成するっていうものが、一番いいっていうふうになっています。これは、擬似編集文を生成できてしまえば、あとはタグ付けはもうシンプルにできるからではないかなということになっています。で、センテンスレベルだとやはりこうプレディクターエスティメーターっていう2つのモデルを使ったものがダントツで高くて、で、これただ文レベルが高いだけじゃなくて、単語レベルでもこうそこそこに、スコアを取れているので、万能であるので、またこれにだからこそ、最近のものに使われているんじゃないかなとちょっと思っています。で、開発セットでの結果はここまでで、次にテストセットで実際に、強い他のステートオブジェクト級のモデルと比較した結果を示します。これが その結果で、過去のステートオブジェクトを獲得したモデルとの比較です。また同様にオレンジ色の枠が単語レベルでの評価、青色の枠が文レベルでの評価となっています。で、一番上の3つがそのステートオブジェクトモデルの獲得したモデルになっていて、で、真ん中の UNQE っていうのが分からないんですけど、ディープクエストとあと QE ブレインっていうものは、どちらもプレディクターエスティメーターモデルとなっています。確かに、で、そうですね、アンダーラインが引いてあるのが、この3つの中での、最も高い、スコアを獲得したものになっていて、で、太字が一番、オープンキーも含めて一番高いものを示しています。で、この結果を見ていくと、単語レベルだと、オープンキーが勝っているんですけど、文レベルだと、あと一歩及ばずというところになっていました。で、そうなんですけど、やはりこう QE ブレイン結構複雑なモデルを使っているので、単純なモデルを組み合わせてここまで戦えたのは、すごいなと思いました。コンクルージョンです。クオリティエスティメーションっていうタスクについて、そのタスクについての紹介を踏まえながら、フレームワークを作成して公開したという流れの論文になっています。シンプルな4つのモデルを使って、でそれを組み合わせることで、単語レベルだとステートオブジェクトモデルを達成して、センテンスレベルだとそれに迫るような結果だったということを、示しました。
で今回、オープンキウイで4つのモデルが作られたんですけど、そのモデルをここに挙げておきます。今回は以上です。